岡田監督、ブチ切れ、なしや言う天然。2点リードを守りきれず、延長戦の末に逆転負けを喫して2連敗となった阪神、岡田監督が試合後の監督会見を拒否した。勝ち試合はもちろん、負け試合後にも通常、囲み取材が設定されているのだが、この日は実施されず、ベンチからロッカールームへと続くぶら下がり取材の中で、なしや言う天然、と語気を荒げ、質問に答えることはなかった。まだシーンなのに余裕なさすぎやろ。どんでん、どうして?相当今日の出来に切れとるな。ドーンと構えてないと選手が動揺するで。なし、や言う天然。打ち切れたいのは範や。普通に喋ってるってことはかなり切れてるな。そらそう言っていいよ。例の、おう。今回は負け方が悪いし、それ余裕はないやろな。まだ貯金が10からあるのにこれだけいっちゃうんやから、もし貯金がもっと減って5割になったらもっとひどいこと言うんちゃうか。